6周年 AAA からリーダーの浦田直也さんとおしゃれ番長伊藤千明さんです。よろしくお願いします。お願いします。リーダーどうも。あ、どうも。昨日はありがとうございました。いやいや、来ていただいて、はい、ね、あ、もう早速なんかの、ね、ご紹介が、はい、早速では AAA さんを簡単にご紹介いたします。AAA さんは男女7人のパフォーマンスグループ。6年前の今日デビューし、その年の今日、はい、そうです、はい、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。そして去年は紅白歌合戦にも出場されました。このもう6年どうでした、リーダー。そうですね、やっぱり去年デビュー5年で紅白に出させていただいたのが、すごくやっぱり印象的というか、5年頑張っててよかったなっていう気持ちがあったので、今年も頑張りたいなと、この先も頑張っていきたいなと思ってます。はい、紅白ってやっぱでかいですよね。いや、もうなんか実感なかったですね。あ、そうですか。自分が出れてるっていう実感が全然なかったです。不思議な感じ。不思議な感じでした。はい、伊藤さんどうでした。そうですね、ちょうど小学1年生から6年生になる間じゃないですか。その時はものすごい長く感じたんですけど、トリプル A に入って6年間はめちゃめちゃ短かったです。すごい濃厚だったんで、充実してるでしょう。ですから、充実してたんだ。あら、そしてですね、なんと今ライブ映像をご覧いただいてますが、伊藤さんはライブでよく披露される特技があると伺っております。何やってる。特技ございますよね、ライブで。モノマネがね、あのモノマネをよくメンバーに振られて、全くクオリティがめちゃめちゃ低いんですけど、あのアントニオ猪木さんのモノマネ。猪木さんのモノマネやってるんですか。それ言われるんですよね。すごいクオリティが低いんですけど、なぜかやれと言われて、はい、じゃちょっと今日せっかく見せてもらいましょうか。本当に本当にめちゃめちゃ低いですよ。いいですよ、せっかくですから。代表番ですから、この、代表番ですか。ぜひお願いします。アントニオ猪木さんです、どうぞ。本をご覧の皆さん、元気が元気があれば6周年も迎えられる。いくぞ、1、2、3、ダーン。すごい、ちゃんとした尺あるモノマネなんですね、これはね。だいぶだんだんモノマネのクオリティよりも、元気があれば何かができるの、そこが上手くなってきちゃってるから。確かに上手に迎えられるとか、ライブだったらライブが盛り上がるとか。いや、でも最近ちょっとやりすぎて顎が出てきてる気が。気をつけてください。メンバーにもちょっと言われるんで。さすがですね。浦田さんは今日貴重なお写真をお持ちいただいたんです。こちらです。ドン。あら、はい、浜崎あゆみさん。浜崎あゆみさんだ。あらら、どういうご関係ですか。あのもうお姉ちゃんみたいに、あの知り合ってから10年、昔ダンサーをやらせてもらってまして、浜崎さんの、はい、その後にトリプレーとしてデビューしたんですけど、あの久しぶりに再会してから、今度はアーティストとして一緒にステージに立ちたいねって、あの言っていただいて、去年の12月にコラボシングルもソロで出させていただいて、今年の夏も一緒にライブをやらせていただいて、はい、10年前に、ね、そのバックのダンサーを務めて、はい、今度2人でそのね、フューチャリングして歌を出すっていうのは、はい、そうなんです。ねえ、はい、すごい貴重ですね、これは。はい、そうですか。そう、こういうふうに、あの今回もこの前浜崎さんのアルバムが出たばっかりなんですけど、その CD にもこうやって直接サインと名前付きで、中にも姉よりって書いてくれて。姉より。すごい。本当にいろいろと相談なんかもするんですか。そう、メールもしたり、ご飯も食べに行ったり、いろんな話をして勉強させてもらってます。頼りになるんです、やっぱ姉さんは。だからですね、これ、はい、今度名誉会長になってもらおうかな。、ね、時々アドバイスいただいて。欲しいですよね。はい、さあではここでおやつに参ります。AAAさんのおすすめは、仙台にあるパン屋さん、焼きたてパンエトフェのエトフェです。お店の名前がついたこちらのパンは、蔵王の需要欄、小祝牛乳、三温糖、生クリームを使用し、毎日炊き上げて作るこだわりのクリームが入ったクリームパン、うん、なんと今朝焼きたてのパンを今日はポンのために仙台からわざわざ持ってきてくださいました。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます、エトフェさん。ちょっといただきましょう。はい、どこで出会ったんですか。これ僕の友達のお店なんですけど、あの仙台のライブの時に差し入れていただいて、まあ、ずっと美味しいっていうのは聞いたんですけど、なかなか仙台なんで食べる機会がなかったんですけど、ライブのあの時にいただいて、今日持ってきてくれたんですか。そうなんです、朝一の新聞。出来たてってことですね。本当美味しいんで、たまにクリームがもう半端じゃないんですよ。ふわふわで、うわ、うまい。クリームうまいね、これ、うん、
めちゃめちゃ美味しいんですよ。もちもち、うん、中のクリームも甘さ控えめでちょうどいい感じで、うまい、はい、これはいいです。これもう仙台行かないと買えないですね。そうなんですよ、だから仙台行く際はぜひ。はいですね、これ美味しい、エトフェね、覚えておいてください。ありがとうございます。朝から行きました、すみません。さあそして、うん、モノマネに続いて伊藤さんには、はい、今ハマっているものがあると伺いましたので、ちょっと披露していただきたい。伊藤さんはもうちょっとハマってない、ハマりすぎです。藤波今ジューサーを買ってミックスジュースを作るのにハマってるので、いいですね。健康にすごくいいし、美容にもすごくいいんですよ。何入れてるんですか？最近ではほうれん草だったり、あとドライプルーンだったりとか、豆乳とか、ヨーグルトも入れてます。結構野菜とかフルーツいろいろ入れて、はい、朝から飲むともう元気いっぱいになりますよ。あ、健康的なやつあるんですか、はい、ということでですね、はい、伊藤さんからレシピを伺って、ボンのスタッフが実際に作ってみました。こちらです。ちょっと、まあ、なんか色が色がちょっと美味しそうじゃないですか。いや健康そう。これちなみに何が入ってるんですか？本当ですね。ちなみにこれはほうれん草とそのドライプルーンと豆乳やヨーグルトが、もう硬いんだけど、プルプル、すごい匂いも結構ですよ。これこれ、これ毎朝飲んでんですか？毎朝飲んでます。毎朝ですか？いただきましょう。え、ほうれん草はちょっと苦手な、あと蜂蜜や豆乳も、いや美味しいですよ。お、どうですか、マリコちゃん？お、どうした、マリコちゃん？きつい。きついですよね、これ。はっきりときついと。マリコちゃんちょっと。ダメですか？これきついですね。でももし苦手でしたら、豆乳とかヨーグルトを冷やしてもらうと、もうちょっと飲みやすくなるんですよ。なるほど、これ健康になるんですか？そうなんですよ。ほうれん草とかはもう目にもいいし。確かにほうれん草の味するよね。そうする。ドライプルーンはあの便秘にもいいから、そう、豆乳はイソフラボンの肌にもいいし。鉄はすごい入ってますよね。いただきました。美味しい。そうですね。幸恵さんが苦い顔して美味しいって言ってた。全然嘘じゃなかったですね。最高です。人の飲み物。トリプル A さんの6周年を記念したベストアルバム、はい、トリプル A ベストが今日リリースです。出ました。今日発売。はい。あ、もうじゃあデビューした日に、今日ベストアルバムが朝に、はいはいはい、内容どうでしょうか？紅白でも歌わせていただきました会いたい理由とか、あと3年半前にリリースしましたビヨンド体の彼方という曲の以降、はい、最新シングルのコールも入っています。伊藤洋華堂の、そうです、はい、ありがとうございます。いいじゃないですか。これじゃあ色とか色についてるとこなんかね、はい、DVD とかもいろいろ、DVD なんかもついたりとか、盛りだくさんなんで、盛りだくさんですよ、皆さんのシングルが、うん、3枚組で結構ね、豪華版の、そうなんですよ、カードも入ってますよ。あ、そうなんです、さっきカード見た、はい、見たんですけど、誰か出るかな、勇気で、あ、あれやっぱり全員パターンが、そうなんです、いろんなパターンが、もう伊藤さん出ましたんで、あ、本当ですか、本当ですか、なんか運命があるありがとうございます。随分なんか心なく言われましたけど。さあぜひともベストアルバム、はい、トリプル A ベスト今日リリースですから、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日のゲストはトリプル A から浦田直代さんと伊藤千秋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあスタジオにはもうザックジャパンも来てくれ